セロヒキはまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きタバコを一本出して口に加え、それからマッチを一本取って、どうだい？具合を悪くしないかい？舌を出してごらん。猫はバカにしたように、尖った長い舌をベロリと出しました。ははあ、少し荒れたね。セロヒキは言いながら、いきなりマッチを舌でシュッと吸って自分のタバコへつけました。さあ、猫は驚いたのなんの、舌を風車のように振り回しながら、入り口の戸へ行って頭でドンとぶっつかっては、よろよろっとして、また戻ってきてドンとぶっつかっては、よろよろ。また戻ってきてまたぶつかっては、よろよろ。逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが。